今日は大根の煮物を作ろうと思います。ちょっとお大根が今すごく高くって、このちょっと小ぶりな子が特価品で98円で、大切に、お料理したいと思います。3分の1本ね使おうかなと思います。この辺かな。はい、でこの子はねまたね別の機会に、この状態で冷蔵庫にまた入れて、乱切りっていうのかな、こう回しながら切っていくやり方でね、この方が火がね早くね通ると思います。最後もね、こんな感じでもう一個かな。はい、電子レンジでね、チンしておきますね。その方がねお料理が早いと思うのでね。この状態で、電子レンジにちょっとチンしますね。このねちょびっとなんですけどね、色味のアクセントにね刻んで、こんな感じでいいかな。はい、ちょっとここへね入れておきましょうね。よいしょ、こんなね少しなんだけど彩りに使いたいと思います。はい、今ね電子レンジからね取ってきました。めちゃめちゃ暑いからね気をつけないとね。よいしょ、お皮も剥かなかったからね、こんな感じでね、このね一応お出汁、お出汁っていうかお大根をチンした時に 出たあのお大根のこれも入れます。じゃあここのお鍋に調味料をね入れていきましょうね。だしの素です。白だしですね。白だしを、はい、めんつゆのこのねこちらもピュッピュッと入れて、ちょっと甘みも欲しいのでみりんですね。でポットからね熱いお湯を入れてきました。これを入れます。感じかな。じゃあこの状態で火にかけます。じゃあ煮ていきましょうね。もう一回食べる分だけなんでほんの少しですけどね、いろんなお料理にねあの大根残ってるの使おうと思います。ちょっと蓋をして、はい、じゃあねここだいぶ煮詰まってきたので青みのを入れて、あとは絡みましょうね。はい、はい、もういいできたと思います。いい香りがしてる、お大根のねいい匂いがしてますね。はい、じゃあ盛り付けたいと思います。こちらで出来上がりです。作ってみてね。じゃあね、バイバイ。